てゴーマとかつけてました？あでしょう。あげたのに使ってくださいね。あの本当一枚あるだけでもだいぶ違いますから。はい、やっぱりそういう心がけがすごく日々の心がけ次第で良くも悪くもすごく影響がありますので、ぜひ、ね、意識してください。今このちょっと5分揺らしただけですけど、これで足揃いまして、はい、骨盤の高さも揃ってますね。でこの肩甲骨の間隔も揃ってますね。ここでここでいきますね、はい、で畳みますね。はい、肩高さ揃ってますね。もう揺らすだけですごいですね、はい、そうなんですよね。痛みが全然ないですよね。そうですね、はい、さっきのここがかなり痛かったと思うんですけど、今揃ったので、はい、なんか変な引っ張られる力がなくなってますので、緩んでますので、はい、痛くないですね、はい、首も見てみます。まあ首ちょっとこの辺まだね、少し強く押すと少しな鈍い痛み出るかとは思うんですけど、まあ、だいぶ和らいでますね、うんうん、痛い痛いっていう感じはまあ弱いですよね。そうですね、はあ、まあ、あと左右差もそんなにない状態ですね、これだと、うん、左も少し痛いけど 右の痛みもそんなに強くないって感じですよね。はい、はい、ふくらはぎも見ますね。さっき右のふくらはぎここの辺、うん、はい、コリコリしてたんですけど、さっきよりやっぱり緩んでますね、うん、はい、少し痛いけど、まあ、あのゴリッと痛い感じじゃないですよね、うん、筋肉痛みたいな、はい、軽い筋肉痛みたいなね、そういう感じですね、はい、そうですね。まあ、あれですね、あのやっぱりこう1週間でいらしていただいてるので、はい、悪くは戻っているようでも治りもよく早いというか、うん、あの歪みが取れやすい状態ではありますね、はい、一回整えてるので、はい、やっぱりこう一見同じようでも1ヶ月ほっといた人と2週間でケアを敷いてる人っていうのはやっぱりほぐれるのが早いっていうメリットがあります。なるほど、うん、確かに早かったですね。そうですよね、うん、あとやっぱりね、こまめに来ていただいてるので、多分以前よりすごくね、体のセンサーが良くなってるなと思います。ここがっていうふうにこう当てて、指で当てただけで、あ、やばいっておっしゃいましたよね、うん、そういうふうにこう硬さが違ってるって言わなくても分かる、うんうん、あ、ここ凝ってるなとか、あ、ここ高さが違うなとかっていうふうにやって分かるっていうのはやっぱり何度もいらしていただいてるから、うんうん、こまめにいらしていただいてるっていうことの賜物だと思いますね、うん、じゃあやっぱ疲れにくくなりました。そうですね、そう、1年前とかと比べて、はい、はいはいはい、なんか昨日ライブ行ってきたんですけど、お、はい、去年も全く同じライブ行ってたのに、すっごい疲れちゃって、うん、あ、はいはいはい、足とか、はい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 、なんか昨日は疲れなかったんで、あ、こんだけ体変わったんだ、ああそうですね、うん、変わってきてますよね、うん、体力がつきました。よかったですね、はい、そうなんですよね。定期的にほぐしてると、まあ、体に対する意識とか、うんうん、こうほぐれやすさっていうのが出てくるし、うん、疲れにくくもなってきますね、
ちょっと苦しかったですね。すいません。それすごい気持ちいい。あ、気持ちよかったです。かかとね、凝ってましたもんね。ライブ行くとね、立ちっぱなしだから足裏が凝りますよね。そうですね。ちなみに誰のライブなんですか？自分が出てる映画の主題歌を歌ってくれてた人で、小林あずささんっていう。あずあず。あずあず。そうなんです。もうなんか活動休止しちゃうみたいで。あ、そうなんですか。そうそう、最後だったんで。じゃあそれ行かねばですね。